じゃあ次はもしこのままですね、マダム編やっていきましょう。貸り主と疑わしい複数の報告を受けた春江、同じく呪詛玉を狙っているという塔のあやめの存在も気にしながらも、引き続き甲斐リヒタに貸り主捜索を、一任すると。探索か、行きましょう。シギマ春江、午前3時台。あ、ついに3時まで来たか。シギマ邸前。そうね、前回は橋の上で塔のあやめに会ったんですよね。それから貸り主探しは引き続き甲斐さんにお願いすることにして。私は自宅まで帰ってきた。でっかい家やな。関東大震災後にこの場所に移設された古い屋敷だ。幸い先日幸い戦時中も被害を受けずに今も残されている。ここで生まれ育ったけど、もっと新しくて綺麗な家に憧れていた。へえ、シギマ邸か。まあ、でかいよね、普通に。ざわざわという庭の木がざわつく音が聞こえる。うん。こんな調子で再婚が本当に集まるのだろうか。もしこのまま誰も呪いを使わなかったら、あの子を蘇らせる機会がなくなってしまう。まあ、とりあえず、もう、生き返らせたいんやね。まあ、中に入ろう。ただいまーっと。おぉ、すぐ終わったな。割とすぐ終わったな。サクッと終わってしまったな。あ、次ボスか。あ、いいね、いいね、いいね。ボスはね、もう、あれですからね。呪詛玉3つ持ってるからね。予告電話、消えずの安穏の貸り主だった荒石秀樹を説得し、これで合計3つの呪詛玉を回収した。堤とエリオは残る貸り主を見つけるべく、町内の探索を続ける。よし、行きましょう。堤哲夫、午前4時台。4時か。5時におっきい死ぬからな。路上か。これどこや？どこの路上や？さて。とりあえず、七不思議に関連する場所を一通り巡ってきたわけだが。はい。次の場所で最後ですけど、ここまでまさかの収穫なしです。どいつもこいつも怪しく見えて片っ端から職質したんですけどね。タイミングが悪かったのか、活動してる貸り主が意外と少ないのか。これは朝までにもう一周必要なやつですかね。あるいは、我々の動きが察知されているとか。あー、なるほど。え、まさか。まあとりあえず最後の場所に行ってみるか。なんとか、なんかあるといいんですけどね。最後の場所が？あ！金絞り公園や。オッキーいるんじゃない？オッキー！久しぶりー。金絞り公園。おお！しゃあ、知ってる。すでに死んでた。オッキー！おいおい。おい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 ！死んでる？しまった、やられたか。呪いか？とにかく通報してきます。よし、任せた。俺は付近を調べる。これ、弓矢かやろ。絶対弓矢かの仕業やで。うわあ。ボス、ダメです。なんだ、ダメって。今、区内で別の変死体が発見されていて、救急隊も鑑識もそっちに出払ってて、到着までしばらくかかるそうです。おう、それダメだ。他にもやられちまってたか。貸り主の仕業でしょうか。このタイミングで変死体が出たなら、まずそれを疑ってかかるべきだろうよ。まあ、変死体なんてそう簡単にできるもんじゃないしな。くそ、しばらくはここで待機か。ええー、お、見回せる。うわー、お、ん、ボス、電話が鳴ってますよ。携帯じゃないよな、この時代やし。電話ボックスか。その前にちょっと変死体。おっきい。20代くらいの青年が無残な姿で亡くなっている。絶命していることは確認したが、少し見ただけでは死因がよくわからない。まあ、溺死なんですよね。目立った外傷は見当たらないが、顔から出ているのは水か？あれまあ。エリオ、電話が気になっているようだ。ボス、電話ですよ。見りゃわかる。いや、鳴ってるって意味ですよ。鳴ってるな。出なくていいんですか？
え、出るのか俺が。え、出ないんですか、こんな怪しいのに。このタイミングでな、遠くから弓岡がこう関与してこようとしてるんじゃない。この周囲に貸り主や獣影がいないことはさっき確認した。静かな公園に電話のベルだけが響いている。いやー、なんか実は遠くで見てて、今あなたたちを呪い殺せる状態にありますみたいな感じの話してくるんじゃないの。電話に出よう。仕方ねえな、行ってくる。はい、お気をつけて。呪いかもしれないですけど。おい待て、それで俺を行かせようとしたのか。体勢ある方が行くべきでしょ。ほらボス、早く早く。そうだそうだ、体勢ある方が行くべきだ。行ってこい。体勢やんのいいな。もしもし。はい、こちら金絞り公園。よう、堤刑事、調子はどうだ。ん、あ、この喋り方の感じはあれかな、アシミヤのおっちゃんかな。誰だあんた。かははは、やった、本物だ。あんたの堤刑事なんだな。あ、違うか、今はもう昇進して警部なんだっけか。しばらく沙汰のねえ間に偉くなったもんだな。お前は誰だと聞いているが。んだよ、忘れちまったってのか。俺の答えよ。あん時あんなに俺のことを追いかけ回してくれたのによ。その声、まさか。ねじまふみちかか。来たね。喋り方的には完全に足宮のおっちゃんっぽいんやけどね。やっぱ足宮のおっちゃんかねじまふみちかか。え、ねじまふみちかって、あの、ねじま事件の犯人？あったりー、さすが堤警部様、よく覚えておいでだ。こしらあんたのおかげで20年も無所暮らししてたからな、ねぎらってくれよな。そりゃご苦労だったな、罪は十分償えたか。かははは、そりゃもうおかげさまで綺麗に清算できたぜ。嘘つけ、無期だったお前の罪が20年程度で償えるはずがねえ。知らねえよ、司法制度が俺の仮出国を認めてくれたんだからな。牛太郎みたいな、牛太郎みたいな喋り方になってしまうわ。なんだと？これが本物のねじま文親だとしたら、当時検挙した俺を相当恨んでいるはずだ。いや、検挙した、ボスのこともそうやけど、左手を発見した、マダムのことも多分恨んでんじゃないかなって僕は思ってるんやけど、どうやろ。狙いはお礼参りか？くそ、こんな時に。何が目的だ？お前さん何が目的だ？いや、実はさ、俺も反省してるんでな。実は仮出国から今まではおとなしく過ごしてたわけよ。仕事も斡旋してもらったしよ、真面目に地道に生きるのも悪くねえかもなって。お、それはいい考えだ。俺も応援するぜ。でも、ダメだな。いい機会があるとなったら、やっぱ我慢なんねえのよ。やっぱりあんたにお礼をしとかなきゃ、俺の新たな人生は始まらねえなって。わかるよな、この気持ち。いやいや、お礼とか気にすんな。無理すんな。そのままつつましく生きるのがいいぞ、きっと。大丈夫大丈夫。別に無理じゃねえからよ。でな、あんたを直接バラすのは、まあ簡単にできるんだが、それじゃあ20年間飼い育ててきた腹の虫が収まんねえんだわ。おいおい、ずいぶん育てたもんだな。この腹の虫どもにあんたを捧げることだけを考えて地獄のような20年間を乗り切ったんだぜ。性格の悪い監視からの嫌がらせも必死に耐えて模範囚を演じ切ることができたのもあんたのおかげだよ、つつみ。あとはおめえさんが受け入れてくれるだけでいいんだよ、俺の思いを。そりゃ俺には重いな。うるせえバーガー、そういう態度だからおめえは後回しなんだよ。後回し？どういうことや。何をするつもりなんだ。俺なら逃げも隠れもしない。おめえじゃねえって言ってんだろうが、人の話聞けばバラすぞ。あのな、俺はな、おめえが絶望に打ちひしがる脇、泣きわめいて俺に土下座するところが見てんだよ。まさか、まさか奥さんと子供を狙う気か。ふえー、ねじまさん、ごめんなさい。
もうしませんからこれ以上は許してください。舐めてる。完全に舐めてる。うっせえ、やめろ。おめえのそういうとこが昔からでっけらいなんだよ。ダメか。なんでそれで俺が乱されると思えるんだよ。おめえどうかしてんぞ。お、じゃあどうかしてる同士だ。仲良くしようぜ。そういうひょうひょうとした態度が取れんのも今のうちだけだぞ。これからあんたが大切に思う人物からバラしていくことにすっから。悪いが俺ははぐれ者だ。そんな大切な奴はいねえよ。え？ボス、俺は？いや、もしかして俺が狙われないように。いや、違うと思うよ。大切な人がいないなんて釣れないこと言うなよ。そんなこと言ったらよ、あんたの可愛い一人娘がかわいそうじゃねえか。一人娘。やっぱそう来たか。おい、バカ！やめろ！それだけは絶対やめろ。お、いいね、いいね。その調子だよ、その調子。娘さん、今は大学に通うために一人暮らししてるんだよね。偉いね。あれ？そういや、ちょうど本所のあたりに住んでるんだっけ？え、そうだったの？知らんかったんか。あ、そうか、知らんかったんか。あー、いや、待って、冗談じゃ済まねえぞ。やめろ！絶対許さん！止める！すぐ捕まえてやる！あー、いいよ、いい。そのうろたえぶり、すごくいい。くそ。くそ、何が目的だ。もう大体わかってるやろ。あんたの大切な、あ、ちょ、急に関西弁になっちゃった。あんたの大切な一人娘を昔みたいにバラしてやるからよ。んなことは絶対させねえよ。どうして俺の居場所がわかったんだ。どうして俺がここにいるとわかった。いいね、それだよ、それ。その戸惑い。うほう、最高だ。たまんねえ。教えねえよ。せいぜい悩んどけ。くそ。んじゃ、特別にヒントをあげようかね。ヒントくれるんや。おう、頼む。俺はな、片刃の足を持ってんだ。ああ、やっぱそうやな。絶対アシミヤのおっちゃんや。もうこれはもう確信持ったわ。ミオちゃんを殺した張本人。まあ、この時系列では多分ミオちゃんまだ死んでないと思うけど。つつみ、あんたは落ち葉なき C を持ってんだっけか？ねじま！お前、かしり主なのか？呪いの力を使ってんのか？ああ、俺の呪いにはな、ちょっと特殊な使い方があって、おっと、ヒントはここまでだ。お前が貸り主、夜によって最悪の奴の手に。お前な。じゃあ最後にもう一つ。あ、いや、むしろこっちが本題だったかもな。まだあんのかよ。もう腹いっぱいだから下げていいぞ。遠慮すんなって、こっちがメインディッシュだ。あんたもさ、別居中の娘だけじゃこう、今一つ盛り上がんねえだろ、立場的に。いや、十分大フィーバーしてるが、頭ん中が。だから特別にあんたらが一生懸命守ってる大切な市民も、まとめてバラさせてもらうことにするよ。何を言っている？なんと俺の呪いなら、それができんだよな。次の日暮れと同時に結婚させてもらおうかね。最低でも数百人はいけるかな。それ全部おめえのせいだぜ。自分のせいで一般市民が大勢死んだらつれえよな。悲しいよな。だんだんテンション上がってきた、僕も。バカな。そんな強い呪いが素人に。残念ながら持ってんだわ。俺の呪詛玉はちょっと強力なやつみたいでよ。で、俺ならそれをためらいなく使いまくれる。この呪いの霊野菜はまさに俺のためにあるようなもんだな。やけに詳しいじゃねえか。入れ知恵されたな。誰にだ。さあな、よくわかんねえや。だったら俺はそれより先に自決して、お前の望みを台無しにしてやるぜ。ざまあ！煽り方というか、ね。
なんか10代、20代くらいのノリなんよな。バカか。あんたが先に命を絶ったところで中止にはしねえよ。人間じゃねえぞ。くっ。出所後の身元なんざ調べりゃわかる。逃げ切れると思うな。にじめー!12 時間って制限時間内で組織がどこまで動けるもんかね。大きな犠牲が出てよ、おめえが後悔に身をよじらせんのが楽しみだな。ああ。あかん、テンションおかしなってきた僕も。その上俺は蘇りの秘術に必要な再婚を得られる。最高だ。誰か生き返らせたやついんの?おい待てね、ジマン。お前秘術を?じゃあな、あばよ。ああ、切られた。うわあ。弓岡じゃなかったなぁ。ねじまかぁ。やっぱ出てきてたか、あいつ。おっきい。おっきいが、ぼけてる。ボス!聞いてたか、エリオ。ねじま文近が何か企んでるんですか?ああ、ともかくねじまを探し出して拘束するのが最優先だ。本部に要請する。だが厄介なことに、七不思議の呪いが絡んでやがる。ねじまが、貸主だったんですか?よりによって一番面倒な奴だな。あいつの呪いは一度に大量に殺せるものらしい。みすみす捜査員が呪い殺されるのは助け避けたい。ねじまの居場所特定までは人海戦術に任せるが、その後は俺らが乗り込む必要がある。あ、でもなんかもう若干明るくなってきてんな、4時台やし。なんだこの BGM は。盛り上がってきたね。今のうちにできるだけ自殺弾を回収しちまいたい。急ぐぞ。オッケー、ボス。おー。その後、この晩のうちに合計で3人の変死体が発見されたことが報道された。ほう。3人。誰や?呪詛関連やねじまの殺害予告については、秘匿情報として公開されなかったが、先日の、なんて読むのこれ。あれか。生活安全警察ね。西安警察の吉見はじめの変死から続く、本所連続開始事件として世を騒がせることとなった。警察では、堤の要請により、ねじま文親の大規模な捜査網が敷かれ、堤とエリオは夜通しで付近での貸し主の捜索を進めていったが、結局、無作為な捜索では何も見つけられず。こうして、呪われた夜は明けるのだった。三人も死んだ。日暮れまで。あと12時間。うわ、やべえな。大量殺人まで。あと12時間ってことか。終わった。おお。来たよ。やっこちゃん編、続き。これは、みおちゃん生きてるね、完全に。よし。じゃあ、やっこちゃん編、続きやっていこう。来たね。奥田ちゃんって、親友を生き返らせるには代償がいる。手にした呪いとどう向き合うべきかを、向き合うべきか整理がつかないまま帰路についた坂崎やっこ。黒鈴美桜を心配しながら一夜が明けた。おお。一夜明けた。坂崎やっこ、午前8時台。来たね。お自宅前。美桜ちゃん!わしの推しが。生きとったで。あ、やっこちゃん、おはよう。あれ?やっこちゃん、おーい。ん?あれ?あ、起きた。あれ?朝?私。大丈夫?自分の名前、わかってる?それはもちろん。こっくりさんです。そう、私はこっくりさん。こっくり、こっくり。ダメダメ、寝ちゃダメ。まだ夢見てるのかな?起きて。あ、はい、坂崎やっこです。よし。ああ、みおちゃん、そうだ。昨夜はありがとう。大丈夫だった?そうよ。片刃の足と戦ってよく生きてたな。うん、生きてるよ。呪詠を払って、貸主を突き止めることはできなかったけど、どうにか逃げ切った。すげえ。この場合、生き残れば勝ち。ごめんね、危険に巻き込んで。私も明るくなったらすぐ起きて探しに行こうと思ってたんだけど、なんかすっごく眠くて、いつ寝たのかもよく覚えてないよ。まさかここでこのまま寝てたとか。
いいのいいの。あんなことがあったら消耗するだろうから仕方ないよ。それにヤッコちゃんが呪いに巻き込まれてこっちが申し訳ないって思ってるから。そもそもそうさせないのが私の役目なのに。そうだ、昨夜もそんなことを言ってたけどさ、ミオちゃんって一体何者なの？いやだからその身体の協力者というか、ねえ、そういう感じなんよね。あ、そっか。実は私、幼い頃から霊感的なものをちょっとばかりたしなんでおりまして。え、そんな、華道とか茶道みたいに霊感を身につけるようなことがあるの？ちょっと小さい時に色々あって。そっか。きっと大変だったんだね。うん、話すと長くなるから詳しいことは置いといて。今縁あってある霊能力者さんの弟子とか女子的なことを、女子的な感じなことをやっててね。もう昔から学校という場所は感受性の高い青少年が集まるから霊障が発生しやすい傾向があって、何か起こりそうな学校に派遣されて未然に防ぐようなことをしてるわけなの。すごいな。え、すごい、何それ。じゃあ学生やりながらそんな副業を？でもなんか賃金は出てないよね。ああ、やってることは治安維持の補助だけど、修行の一環ってことでバイト代も何もなく。そっか、大変そうだね。でもすごいな。結構命がけのことやってんのに、賃金出えへんの、なんか普通に嫌やな。なんか悪霊に立ち向かっていく姿も様になってたもん。かっこいい。それな、はい、行ってってね、もうサムネにさせてもらったよ。そう改めて言われると、なんか恥ずかしくて微妙だけど。そんなわけで、うちの学校周りで起こる霊的な問題は、一応私が解決しないといけないの。だから、この呪いの件ももう少し詳しく原因を追ってみるつもり。だけど、とりあえず学校行こうか。うん。そうだ、呪詛玉はある？夜が明けて、霊力弱まってるから、私が預かれるかも。試してみようか。うん、持ってるけど。やっこちゃん？やっぱりダメなのかな？みちおちゃんを蘇らせるのは。私は賛成できない。夢のような秘術だけど、その代償が他人の複数の命となるとさすがに。そりゃまあそうだけど、被害をなるべく出さないようにこの呪いの儀式を終わらせる。それが私の、今の立場で優先すべきことだから。でもごめん、この呪詛玉、やっぱり私が持っててもいい？やっこちゃん。呪いは絶対使わないって約束する。だけど、何か方法があるかもしれないから。最後まで可能性を放棄しちゃダメな気がして。呪いを収めるにしても一緒に行く。手伝う。私の中で、みちおちゃんのことにちゃんと決着つけて前に進むためにも。まあ、そうやな。わかった。でも危険を感じたらいつでも呪詛玉を渡してね。うん、ありがとう、みおちゃん。それじゃあ、行こっか。てか、今思ってんけどさ、アシミヤのおっちゃんを、城之内の方に消しかけたわけやんか。城之内大丈夫かな？城之内、なんか死んでそうな気すんねんけど。変死体が3人見つかったって言ってたから、1人が、まず、おっきいでしょ？で、残り2人がいるわけや。誰やろ？オッケー、更新ページ、なんやろ。駄菓子千の屋。あ、まあまあ、ここは普通に、やっこちゃんが住んでる家ってことね。はい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 。オッケー、行こう。学校に向かいましょう。いやー、坂崎やっこ午前8時台。なんか死体とか見つかれそうな気すんのよな。ほら、警官立ってる。駒形高校正門前。あれ？騒がしいと思ったら、学校の前に警察と人だかり。なんかあったのかな？警察ってことはなんかあったんだろうね。ちょっと聞いてくる。うん、お願い。こう見ると、やっこちゃんめっちゃ背高いな。やばい。え、どうしたの？あのね、落ち着いて聞いて。今朝、最初に出勤してきた先生が発見したらしいんだけど。うん。え？うわははは、やっぱり。校庭の真ん中で、城之内先生が死んでたんだって。やっぱりそうか。え？え？だから今日は臨時休校だって。しかもそれだけじゃなくて、私も朝のニュースとか見てなくて、知らなかったんだけど。
その他にもこの近くでいくつか変死体が見つかったって街中騒ぎになってるみたい。ああ、はい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 。うん、大きいとかね。何それ、なんで、まさか、まさか呪いのせい。まだ詳しく聞いてないからわからないけど、今聞いた噂だと先生は校庭の真ん中に真ん中で倒れてたのに、まるで高いところから落ちたように全身打撲の状態だ。はぁ、来た。これは完全に道代ちゃんと同じ死に方や。え、何それ、死に方が不自然だし、タイミング的にもきっと呪いの可能性が高いと思う。え、でもそんな死に方する呪いって今のところまだ分かってないよな。え、夜のうちに誰かが呪いを使ってたってこと？そういうことになるね。え、怖っ。うわぁ、やっぱりこの呪いで人が死ぬんだ。いや、そこじゃないやろ。そこじゃないで、やっこちゃん。その死に方、気づかんか？誰かが使っちゃってるんだ。し、あまり大きな声を出さないで。貸し主に聞かれたらバレちゃうよ。あ、そうか、いるかもしれへんよな。ひぃ、ごめん。ちょっと待って。人物リスト。来た来た、城之内公平。一回読んだよな、城之内は。明け方、校庭にて死亡した状態で発見される。あ、うん。いや、でもなんか、奥田さんと一緒にいたのはなんでなんやろうね。そこら辺も多分わかるんやろうけど。とりあえず、奥田さんに話を聞きたいな。もうちょっと情報が欲しいけど、門は封鎖されて入れないね。裏口から忍び込めないかな。あれ？いる！スケバンが。あそこにいるの？奥田瞳さんじゃない？いるいる。ほんとだ。珍しい。あ、でも昨夜も学校には来てたのか。城之内先生のこと、きっと何か知ってるよね。話、聞いてみよう。おおおお。みよちゃん待ってくれ。マジか。いやー、そんな気はしたけどな。あ、奥田さん。ふーん。じゃあ、ゆうべ、学校にいたのは、あんたらだったってわけかい。なんか喋り方。ザ・スケバンって感じの喋り方やな。だったら隠してても仕方ないね。黒鈴には仮もあるし、私が知ってることなら話すよ。仮？え？なんかすでに、奥田さんとの事件を解決してんのか？みおちゃん。ありがとう。みおちゃんに仮って？あ、うん。私が転入してすぐの時にちょっと会って、私の除霊ってのしてもらったんだよ。へえ、そんなことがあったんだ。へえ、そんなことしてもらってたんや。で、まずは、ちょっと除霊のこと聞こうか。先に。奥田さんなんか悪い霊に取り憑かれたりしてたの？私もそこら辺はよくわかんねえけどさ、とりあえず、うん。こいつのおかげで、私に起きてた変な症状が収まったのは間違いねえよ。うん。霊的なものが生まれつき見えちゃう体質の人ってたまにいてね。そういう人は身の回りの人から理解を得られなくて孤立しがちなの。自分みたいにってこと？しかも、見えてる人には霊が集まりやすいから。原因不明の頭痛、肩こり、めまい、幻聴、幻覚。あと、意識の酩酊や記憶障害といった霊障も出るし。いろいろ辛かったと思う。まあ、見える人って、その、ね、霊的にはこう自分のことが見えてくれてなんか嬉しいみたいな感じで、こうついてきてしまう、ついていってしまうみたいなのが、まあ、あるって聞くしね。どこまで本場か知らんけど。そういうもんなんだ。やっぱさ、霊に取り憑かれると人格を乗っ取られたりすることもあるの？その例が親子とか兄弟とかものすごく波長の合う相手なら可能性はあるけど、普通は完全に乗っ取られるようなことはほとんど聞かないかな。その波長が合わないからこそさっき言った霊障とか、体の不調を起こすわけだけど。へえ、じゃあテレビで見る、除霊術とかはインチキなのか？うん、下ろす霊に波長を合わせる能力を持ってるのがイタコさんとか高齢術師だから。でもテレビでやってるのは演出だけのやつもあるけどね。本物もあるってことが逆に言うと。なるほどな。実際生前に強い霊感を持っていた霊とか、生前に関係が深かった人の霊だとしても、
ついた相手を完全に操れるわけじゃないけどね。できるとしても、当人の意思で行ってもおかしくない行動から特定の選択を促すことくらいだと思う。ちょっと難しいこと言ってんな。でもそれだとさ、その行動を自分の意思でやったかどうかわからなくならない。納得している。理解している、やっこちゃんが。だから自身では取り憑かれてることに気づいてない場合も多いよ。ああ、なるほどな。はい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 。あ、記憶とか言動では霊の影響を受けることがあるかもしれない。そこは生前の関係が深いほど起こりやすい感じ。そっか、霊に取り憑かれるのもいろいろなんだな。奥田さんもずっと取り憑かれて苦労してたんだね。うん、別に、私がどんな目にあってようと何も変わんねえよ。霊とかが見える、見えないだけの理由でこうなったわけでもねえしな。でも見えちゃうのは自分のせいじゃないわけだし。それについては私もそうだから仕方ないところかな。あ、でもやっこちゃんも割と素質あるから信じて訓練すればきっと見えるようになるよ。へえ。え、いや、遠慮しとく。素質とか？そんなもんあるんやね。まだ続き聞けるこっち。そういうのもみおちゃんの仕事ってわけだね。でもこいついきなり現れて除霊するとか言って勝手に何してくれてんだって思ったよ。あのままだったらさすがに張り倒してたかもしんねえぞ。え、そうなの？説明もなくいきなり除霊かましちゃった？う、いや、経験上どんなに説明しても分かってもらえないことが多くて。まず結果を示してから説明するとみんな納得してくれるから。ああ、そうかもしんないね。まあ、確かにいきなり、あなた霊に取り憑かれてるから除霊させてくださいって言っても、ふざけてんのかてめえってなりそうやもんな。特にこういうスケバンの子やったら余計に。で、城之内の詩、これ聞いていこう。城之内先生のことは聞いた？聞くも何も、昨夜から知ってたよ。なんせあの先行が校庭でくたばるとこ見ちまったからな。すげえそれで平然としてるな。すごいな。え、現場を見てたの？教えて、先生に何があったの？私だってよくわかんねえよ。暗かったし。言えんのは、まず何をしてたのか教えてほしいな。夜中の3時台だったかな。あいつが突然逃げるように慌てて校庭に出てきて、でけえ声で。ひぃ！助けてくれ！許してくれ！白石！とか言って逃げ回ってた。え、白石？道夫ちゃんのこと？まあでも探偵のあの甲斐リヒタが言ってた通り、やっぱりその白石道夫の、まあ多分怨念？霊からまあ逃げてるみたいな感じやったもんね。校庭に他の人の姿は？私がいたとこからは暗くてよく見えなかったけど、制服着たおさげ髪の女性とっぽい人影がちらっと見えた気がしたな。制服着たおさげ髪の女生徒。え？え？その後確認してねえから気のせいかもしんねえけど。で、それから、僕が悪かった！何でもするみたいに命乞いしてて。その後、誰に何をされたか、何かをされた様子もないのに、突然手足がボキッと折れて倒れて。うわぁ！え？何もされてないのに手足が？倒れて動かなくなったからやばいと思って、私はすぐに、そこですぐに立ち去ったよ。まあ、そしたらそのまま織田仏だった。私が見たのはそんなとこだよ。そうだったんだ。でもさ、その話だとまるで、道夫ちゃんが化けて出て先生を追い詰めて呪い殺したみたいじゃん。まあ、聞く感じによるとね。んなことは知らねえよ。私は聞こえた通りに伝えただけだ。ああ、これ聞きたい。昨夜の教室でのこと。これ大事よ。奥田さん、昨夜、城之内先生が倒れるところを目撃する前、教室で先生と何してたのかは聞いてもいい？嫌そうな顔してるね。そのことは警察に言うのか？あ、そうか。城之内先生がああいうことになったから。夜中に会ってたことが伝わると奥田さんが疑われちゃうのか。私らみたいなはみ出し者は何かあるとすぐ大人どもが決めつけてくるからな。わかった、言わないよ。そもそも奥田さんに城之内先生は殺せないから。ん？どういうこと？
そう言ってくれるなら教えてやるよ。まあでも呪い、かしり主では多分、ないんやろうな、奥田さんも。昨日の夜はな、あのクソ先行に呼び出されて、まんまと襲われそうになってた、なに？あいつ変態教師やったんか。あ、てことは、白石さんも、みちおちゃんもそういうことか。あいつ襲ったんや、みちおちゃんのこと。だから許してくれとか、そういうこと言ってたんかな。え、そんな物騒な。ったく、あいつは最低の先行だよ。死んで清々してる。当然の報いだ。人にはお前はクズだとか、社会のガンだとか、何も知らねえで散々言ってきやがってよ。てめえの方がよっぽどクズな真似してたくせに。そうなんだ。どうして夜中に先生に呼び出されたのかは、詳しく説明してもらってもいい？それがちょっとややこしくてな。どっから話せばいいもんだか。うん。